コンフィデンスマン JP 9.4% でスタートした視聴率、第2話で 7.7% まで下がったものの、その後すぐに V 字回復して、9.1、9.2 と一応右肩上がり続行中なんだけど、ドラマの中身に関してはね、少々不満の声も上がっていて、例えば、ウェブサイトビジネスジャーナル5月1日付でドラマウォッチャー吉川織部はこんな解説を。本作は長澤まさみ演じるダー子、東出昌大演じるボクちゃん、小日向文世演じるリチャードの3人が信用詐欺師、コンフィデンスマンとなり欲望にまみれた人間たちから大金を騙し取るドラマ。第4話は食品偽装に手を染めている佐野史郎を扮する食品会社の社長俵屋勉がターゲットとなった。この俵屋という人物、親から会社を引き継いだだけの典型的な2代目社長で、社員は自分の駒と考えているような男、社員への恫喝やセクハラなどやりたい放題に振る舞っており、誰も逆らえない。食品偽装を告発しようとした工場長も彼の脅しに屈して表沙汰にするのを断念したほどであった。俵屋を標的に定めたダー子らは、彼が映画マニアであることに着目、偽の映画をでっち上げ俵屋に出資を持ちかけるというストーリーだった。残念ながら今回は明らかに出来が悪い。俵屋は映画が好きだから架空の映画話で釣ろうという話は単純明快ではあるが、展開を簡略化しようという脚本家の意図が見え見えで少々冷めてしまった。そもそも信用詐欺師と称するなら、俵屋を本業である食品の取引上の詐欺で騙すべきだったのではないか。これがありなら、ターゲットである金持ちの趣味を変えればいくらでも話が作れることになってしまう。なんかここまで餌がわかりやすいやつも珍しいな、というボクちゃんのセリフが視聴者への言い訳になっているのもあまりいただけない。とはいえ、架空の映画を作り、長澤が偽女優として出演するというプロットが先にあり、後付けでターゲットの人物像が設定されたことくらいは容易に想像できる。だから、食品会社の社長なんだから、食品取引で金を騙し取る話にすべきだ、といったところで仕方がないことは重々承知しているが、構成として不満だったことは述べておきたい。肝心の騙し方も第1話の焼き直し、ターゲットを騙すためだけに偽の店を作ったり、空港に桜を集めて長澤演じる偽中国人女優を歓迎させたり、大勢のエキストラを集めて実際に戦闘シーンを撮影したりと、とにかく大掛かりな仕掛けを施すものばかり、予想通りの展開ばかりで非常につまらない。それでもどんなキャラクターにもなりすます長澤の化けっぷりは相変わらず圧巻だし、一本のドラマとしては十分面白い水準ではある。ただ一話単体では新鮮な驚きのある詐欺ドラマも毎週見続けると慣れてしまう。また脚本家にしても、ワンクール毎回違ったパターンの詐欺の手口を考えるのが相当大変であろうことは容易に想像がつく。もしかしたら今回は高視聴率の望めない連休に合わせて一番出来の悪い回を放送した捨て回だったのかもしれない。なるほどね。うん。で、ちなみにね、第4話のゲストを務めた佐野史郎は公式サイトのインタビューで、今回の出演に関してこんなコメントを。俵屋の役どころについては、僕の実人生と重なる部分が随分多いので、最初から僕を想定して書かれたのかとさえ思いました。結構デタラメなカリカチュアされたキャラクターなので、撮影に入る前はあまりリアリティを失わないように気をつけようとは思ったんですが、監督の要求も含めて求められてるものがはっきりしているので、多少オーバーめな芝居にはなっていますね。もちろん無自覚にリアリティを失って面白く見せようとか、面白く演じてやろうとかいうことになってしまってはいけないんですが。なるほどね。うん。で、ちなみに今度の第5話のスーパードクター編には、片瀬里乃、永井まさる、まさな牧蔵らがゲスト出演するんだけど、その他にもね、6月1日公開の映画50回目のファーストキスで長澤まさみと共演した縁で、なんと山田孝之がサプライズゲストとして亀を出演するとか。うん、
果たしてね、どんな役どころでいかなる芝居を見せてくれるのか興味津々。うん。ということで、とにもかくにもコンフィデンスマン JP、 これからもしっかりと見届けたいと思いますね。はい。